福知山線の中山寺駅に来ました。中山寺駅北側には安産祈願で有名な中山寺があり、こちらは寺を創建したといわれる聖徳太子の像です。周辺にはため池が多く、田畑や古くから盛んな植木栽培などに使用されます。またこの辺りは阪神淡路大震災で半数以上の家屋が全半壊するなど被害の大きかった地域でもあります。戦争の時は短いあれだったってお母さん言ってた。ないからこんなに物がね、ちょっとこういう、そういう動きとして安全に生まないかのはもうお寺があれして、みんなもその気持ちがあったから、ずっと関西一円の人を受けに来る。6ヶ月ですね。6ヶ月になって、ちょっと安定、寒いんですけど、こう首も据わったしということで、ちょっと家が遠いから今の時期に来させてもらいました。そうです。今日で生まれて1ヶ月ちょっとになりました。で、これからもすくすく大きく育ってほしいです。私もこの子を産むときにこちらの方に安産祈願してお礼参りに来ました。私の母も私を産むときにこちらの方に来て、ずっと中山寺に来てます。6つあった建物で残ったのは1つだけって、それはまあお堂なんですけど、今小さいお堂が1つ残ってて、あとは全部倒壊、崩れちゃいましたね。あと栗住まいの方、はい、この2つの建物が確か6年後ぐらいかな、2001年ぐらいに確かできた建物なんですけど、でそこからその後また2期工事で三門とか金付き堂、高橋さんの駅の方からずっとこっち、このうちのお寺のある辺までがこう、旧の176号線沿いがずっとなんか震度7がビッと来て、ここで終わったみたいな感じに、時間はかかりましたね。